ティケラドムデジオンです。今回はこちらイベント来てるんでね、やっていきたいと思います。どこに来てるかというと、こちらショップの隣にこの盾ですね、盾のマーク、光り輝く盾のマークありますよね。こちらポチッと押してあげると、そうするとここに出てきますが、毎日1日1個チャレンジが増えてくっていう、そういう感じですかね。はい、クラッシュ10年の悩みということで、最初のチャレンジはこちらプレイというところで、3、9、15、21と隣でこちらね、合計でどんどん取ってった星数に応じて、まあ、商品、これ背景っぽいっすね。背景もらえる、背景ただでもらえるの結構熱いっすね。まあ、10周年記念ということでね、こういうチャレンジがやってきましたよということで、初日の今日は2012年に遡って、10年の歩みチャレンジなんでね、10年前に遡ってのチャレンジになります。というわけで早速やってみましょう。はい、やっていきましょうか。まあ、10年前、おや、そもそもなんだけど、これ触れていいのかな。背景あれじゃない、タウンホール、なんだこれ、いくつかわかんないけど、1なのかな、これ1、2、3、なんか1じゃなさそう。ガーっていって19がもねえな、タウンホール9が、あと10まであって、13下にありますね。背景違うな、これ14ある。12、11、9がいないのか、がいる。あ、11いたぞ。12は、あ、いた、見づら、下におるな、右下に HP 削られてる。9が見当たらん。タウン9どっかにいる、これ間違い探し始まったな。どっかにいんのかな、これ。まあいいや、9がどっかにいるっぽい。上の方いるのかな、実はこれ。いい、見つからん、わかんないや。誰か教えて、見つけたら。ということでね、まあ、今日はイベントやっていきたいんですけども、タウンホール8なのか、これ8か。で、呪文がないんだ。へえ。10年前ってこんな感じで呪文もなかったし、まあ、こういう感じだったんだね。防衛施設も僕始まった当初はね、正直やってなかったんでね、半年ぐらい開けてから。援軍いるんのかな、クランジョあるってことは。あー、いそうっすね。援軍釣れそうなところは特にないのって、まあ、迫撃がね、いるところの方からやっていきたいですよ、さすがに。ポイズンもないんでね、まあ、ちょっとずつ昔ながらの援軍処理やっていきましょう。囲ってきます。ウィザード、ハイダメージだからね、重ねて出さないように気をつけてね、と。ゴブリンもいるんだから、そういうことだよな。ちょんちょんちょんと、ゴブリンもちょいちょい出してあげることで、金庫とかって結構ね、大事だから。削りの、奥までウォールブレーカー開けてくれてる。熱い。うわ、バネきつ。左縦だな、これ。うわ、バネきつ。ここチャンスですね。迫撃砲がジャイアントにターゲット取ってくれてるので。でここはちょっと、迫撃のターゲット受けててほしいので、そのままウォールブレイク穴開けしません。で、チャンスですね。ジャイアントがターゲット受けてくれてるので、そのまま待って、ウォールブレイク1枚なんだけど、これは、ここから出すとそっち行っちゃうか。まあ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 、それでもいいな。さあ、ゴブリンたちが外周部、資源系の施設を削ってくれているので、これでフィニッシュかな。お、いいね。あー、強い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 。あ、これめっちゃいいね。こんな感じでいいんじゃないかな。ゴブリン余っ、ん？お前他ないよな。ないね。そんなことがあっていいのか。巨爆対策でパンパンと出しますが大丈夫ですね。はい、ということで、シンプルに援軍釣って勝利してそのままの流れでやっていけば基本的にはクリアできそうかな。どうだろう。ということで、クリアできたので次のステージまで星3回収になってプレイ可能になるまでっていうところが右側、23時間40分ということで、こんな感じですね。まあだんだんレベルが上がっていく形になると思うし、まあ最初の頃ってこれだったんだね。援軍はまだいて、まあ呪文とかがなかったと。呪文なかったんだよね。そもそも闇呪文がなかった時期がずっと長くて、援軍処理ってみんなユニットつって援軍処理してる時代あったの知ってますかね。ヒーローとかもね、外まで引っ張れたんですよ。そういうのがね、懐かしいんだけど、その時代からやってる人いるかな。
ホグライダー、ホグラッシュとかがね、昔めちゃくちゃ強かったんだけど、その理由の一つとして、あの、防衛のヒーローもね、今範囲内があって、その範囲から出ないじゃないですか。援軍みたいに一度範囲内に入ると、援軍みたいにね、ヒーローを端まで寄せて処理することができたんですよ。なので、援軍とヒーローを最初に呼び起こして、外で処理して、ホグラッシュっていうのがね、めちゃめちゃ流行った戦術の一つとしてありましたね。懐かしい。で、最初のホールは、これもうタウンホール5かなと思ったけど、8なんで、8でこんな、防衛施設の数も多分だんだん増えてるもんね。最初こんな感じだったのかな、マックス。わかんないけど。で、特に新しい背景が出てるので、多分途中でもらえる背景っていうのがこれなんじゃないかな、ちょっとわかんないけどね。うん、まあさすがにこれ以外のものを、ここ出してこないとは思うんで、さすがにこの背景もらえるんじゃないかな。まあこう、つっもクソもないけど、基本的には援軍を釣って、そうだね、こっちサイドが結構バネがあるんで、あからさまに1マス空いてて逆サイドないっていうところなので、うん、まあ逆から展開してもいいかなっていうところもあるし、迫撃砲がこう60浮いてますね。なのでこの辺ターゲット取ってアーチャー刺したり、ジャイでターゲット取ってアーチャー刺してとか、まあこの辺のね、うまい感じにターゲを見てユニットちょんちょん出してあげると、コツのあれなんじゃないかな。はい。というわけでね、ファーストチャレンジは結構あっさり終わってしまうようなね、最初の段階だったんで、まあ基本的に結構多くの人にクリアしてもらいたいっていう意図もあると思いますので、今日はこんな感じで終わりにしたいと思いますが、まあ次回以降ですね、まあ、とりあえずどこから見るのっていうのはショップのところと、でショップもね結構美味しいセール来てるんでね、ヒーローの本と建物の本と、これ6え10倍えぐインラバン、あこれも結構強いですね。記念スペシャル120、あこれなるほど、ピクセルクイーン、ピクセルウォーデン、ピクセルチャンピオンということでね、こちらドット絵をモチーフにしたヒーローのスキンも来てますし、これはあこれか。あ、じゃあ別の背景なのかな。あ、これ、んどっちだ、どっちだろうね。これ、ワンチャン買わずに取っといてもらえる説あるな。29日でしょ。クリア、ここまで待ってた方がいいかもしんない。もしかしたら。星15取ってもらえた背景が、これだったら買わない方がお得なんで、さすがにね。一旦この背景は買わずに、星15獲得してもらった背景どれだになってからの方がいいかもしんない。もしかしたら。いや、この記念スペシャルめちゃくちゃお得だぞ、これ。おっしゃった。ちょっとね、メールとかも出ちゃうとこなんで、出せませんが。ぜひ、ご購入の際はユタ14でよろしくお願いします。ということで。はい。背景は一旦ステイだね。スキン系はちょっとおもろそうなんで、見てみるのもいいかもしんない。お、すごいすごいすごい。購入画面は出せませんが、後で3点全部買っちゃおうかなと思います。はい。ということで、ね、今日はこんな感じで終わろうと思います。次のね、次からのシリーズも動画上げようと思ってますので、ぜひ合わせてご覧ください。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録、チャンネル登録、また次の動画でお会いしましょう。